駅番号は G40。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎内部の出発口で受託者が切符を手売りする簡易委託駅で定期券も販売している。駅舎側のホームが1番乗り場である。宇和島駅当駅間の区間列車は 一部を除いて、直接下りホームで折り返す。また、宇和島発22時半の最終は当駅止まりで、旅客扱い終了後はそのまま宇和島運転区に改装する。この最終列車は2018年の改正で削減された。1日の平均乗降人員は以下の通りである。紀北町の中心部にあたる。普通列車のみ停車する。臨時観光列車四万トロッコ停車駅。 ABE 市のアキラ、停車場編線大辞典、国鉄、JR 編 2JTBE、1998年、646ページ。ISBN 978から4から533029806。京弁鉄道運輸開始、官報1914年10月22日、地方鉄道運輸開始。 関九1923年12月25日、鉄道省国三百331号、関九1933年7月25日、鉄道省国第四48号、関九1936年2月25日、鉄道省国二百289号、関九1938年11月28日、重駅の停留所国鉄国総局土産。 徳島など参戦で、交通新聞、P1、通報採用本線香川駅ほか25駅の駅員、無配置について、鉄道広報、P2、駅別乗降客数マップ -2019 年7月4日、閲覧国土数値、情報駅別乗降客数データ国土交通省、2021年4月18日、閲覧。ありがとうございます。